えどうも、日本語で喋りましょうの岡堂と木村です。このポッドキャストではナチュラルな日本語でいろんなテーマについて話していきます。お刺身のように新鮮で生の日本語をお届けするので、ぜひ最後まで聞いていってください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。あのね、今日はね、日本の食べ物について話していきたいんだけど、あの、はいはい、日本人ってさ、 柔らかい食べ物が好きだと思ったことある、うん、ああ、そうね。あのー、うん、そういえそう考えるとそうだね。確かに。そうそうそう。餅とか。そうそうそう、餅とかそう。そう、それを思ったから、今日はちょっと、日本人は実際に柔らかい食べ物か好きなのかどうか、ちょっと気分に質問していきながら、うん、日本の食べ物について、日本の食べ物の 特に食感について、えー、話していきたいと思います。で、木村が今、もちって言ってくれたけどさ、あとは、団子とかもさ、こう柔らかくてさ、日本人好きな食べ物だよね。そうね。あのー、スコーンってわかるイギリスのお菓子。そうそうそうお菓、うんうん、ほんのちょっと柔らかい、もちっとしたさ、あのー、食べ物とさ、比べてどっちの方が木村は好み あ餅の方、だからそういうのが好きかな、俺は。あ、ほんと。うん。うん。いや、俺もね、やっぱりね、餅とか団子とかの方が、どっちかっていうと好きかな。もちろんね、スコーンとかそういうお菓子も好きなんだけど、どっちか選ばなきゃいけないんだったら、うん、お餅とか団子の方が好きかな。スコーンに別にね、あの悪いところはないんだけど、うん、好みの問題でね。ああ、なるほど。なるほど。うん。で、ちょっと思ったのが、パン。 日本のパンってさすごいい柔らかいじゃんうん,うん、うん、そうね。でも例えばフランスパンとかさ他のヨーロッパのパンって結構硬いパンが人気なんだと思うんだけどうそうね。木村はさその日本のもちっとした柔らかいパンとさフランスパンみたいなちょっと硬くて噛み応えがあるパンとさうん、うん、どっちらが好き えーっとね、あのー、今オーストラリアに住んでるけどさ、オーストラリア来る前までは、あんまりなんか、うん、なんだろうな、いっぱいいろんな種類のパン食べてこなかったと思うまあ日本で売ってるパン、食パンとかが多分、を主に食べてたから、あんま知らなかったけど、うん、こっち来てからいろんなその種類のパンに出会って、かいパンの方が好きかな、今は。 あ本当、じゃあ前は柔らかい方が好きだったけど、今は硬いパンの方が好きうん、そうね。うん。ああ、なるほどね。うん、確かにその気持ち分かる。俺もね、あの、多分小さい時とかは、日本の柔らかくてさ、しっとりしたパンが好きだったんだけど、うんうん、最近はね、硬いパンもね、ちょっと好きになってきた。あの、フランスパンのあのバゲットとかね。はい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 。日本で食べる、 あのー、サンドイッチとかにするんだったら食パン、うん、日本の食パンはすごい向いてるけど。うん、うん。そうね、日本のサンドイッチは結構柔らかいからね。そう、柔らかくてしっとりしてるっていうのが売りそうね、<laughs> うん、そうね、確かに確かに。そんなイメージがある。えじゃあさ、例えば硬いパンとメロンパンとかちょっと甘いパン、はどっちの方が好き、うん 菓子パンってことあ、俺結構菓子パン好きだな、うん、あそこはそうね、うん、いやまあ状況によるけど結構菓子パン、うん、日本で好きだったねあんパンとかも好きだったしああんパン美味しいねうん結構あの小豆が苦手な人多いからうんちょっと外国人の人はあんパン苦手な人多いかもしれないねうん、うん、そうね あと日本でよく言うのはさ、えー、ステーキとかも結構柔らかかったり脂が多くて、えー、溶けるようなステーキが人気だと思うんだけどでもなんかイメージアメリカとかすごい大きくて赤身の,あのちょっと固めの肉噛み応えがある肉の方が人気なイメージがあるんだけど木村はどっちの方が好き 断然柔らかい肉のが好きだね、俺は。あそれは日本の方が好きなんだ。うん。そうね。やっぱあの、和牛がいいね、和牛。ああ<ー>、うん、なるほどね。和牛の中でもやっぱり、柔らかければ柔らかいほど、そっちの方が美味しいと思う。うん、そうね。それであと、俺はあんまり、やっぱり焼くとさ、焼く時間が長いと硬くなるしさ、うん、俺はどちらかって柔らかめがいいので、焼き目も結構その、レアとかミディアムレアが好きかな。 <laughs> なるほどね。じゃあパンはどっちかっていうと、ダメだけど、ステーキはやっぱり和牛とか日本の方が好きなんだね。そうね。なんか、うん、でかければいいって感じじゃない、ステーキも。ちゃんとね、<laughs> その柔らかくて美味しいのが食べたいよね。<laughs> なるほどね。じゃ質より量じゃなくて、量より質、うんそ。そうそうそうそ <laughs> うん。なるほど,なるほど。多分高校生の時とかの俺は違ったと思うけど。 <laughs> そうねココねね高校生はたたくさん食べたいから、ね、<laughs> そうそう,そう,そうまず大きさは大事だから、うんうんうん、それでさちょっと今柔らかさ硬さって話に出たんだけど結構日本の食べ物でさ日本独特の食感の食べ物ってあると思うんだけどさ例えばうん、うん、ネバネバの食べ物日本で結構人気あると思わないあるね。 すごい人気があって、うん、海外ではあのめちゃめちゃ嫌われてる。うん、あるね。そうね、うん。ネバネバの食べ物で何か思いつくのある。あもう納豆でしょ、やっぱり。<laughs> そうだよね。もう、キングオブネバネバって感じだね。そうね。あの、<laughs> なんでこれをこのんで食べてんだろうって思う人多分いっぱいいると思うけど、なんか、うん、多分みんながみんな最初から好きじゃないかもしれないよね。あの日本人でも。確かに。 うん、なんか食べていくうちにあのネバネバ感はあん,あんまり気にならなくてめの味とかが、うん、あのだんだん好きになってくるうんうんうんなるほど、うん、木村は実際どう好き俺結構好きだねあのあ<ー>たまに無性に食べたくなるわかるめっちゃ美味しいよね美味しい美味しいし体にいいしねそうだよあ,<ー>あのー、ねご飯あったかいご飯のように溶けて 聞き込みたい。いやもう今それを聞くだけでちょっとお腹空いてきたもん。それになんかプラスでさ、オクラとかも入れたりとかしてさ、オクラもネバネバしてるし。オクラとね、納豆とあと、トロロとろろととね、もうネバネバだらけにしてね、食べると美味しいんだよね。ほんとしいしい。あと、ナメコとかね。あ、もう最高よ。その組み合わせが。そうね、やっぱネバネバ美味しいからね。 あと日本特有だなと思うのはコリコリ食感とかはいはいはい、はいうん、そうね結構コリコリの食べ物あると思うけどなんかパッて思い浮かぶのあるえっと鶏の軟骨とかああ<ー>、うん、軟骨の唐揚げとか日本人めっちゃ食べるもんね軟骨の唐揚げねそんな国でねフライドチキンはあるけど軟骨はなかなかないかもね軟骨ないねあんなに美味しいのに <laughs> コリコリしてて。うん。<laughs> うん、じゃあ、あんまり人気じゃないのかもしんないね。そうね。なんか、あんまりみ髪ごたえある割に多分、うん、なんだろうな。あんまり栄養効果とかもないんじゃないわ <laughs> かんないけど、<ー>多分、日本人はそういう食感が好きで食べてるみたいなところありそうだからさ。うん、なんかお酒とねかね、あったりするしさ。それもあるだろうね。うん、確かに。うんうん、あと、日本で。 特有で人気なのはプチプチの食感とかねプチプチはい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 あのいくらとかさあのそう、ね、海ぶどうとかも結構プチプチで美味しいからねうんあの食感もなんか英語とかで表現しづらいんじゃないかなって思うよねうんそうねあのどう木村はプチプチの食べ物も好きあもう大好きでね いくらとかそ<あ>魚卵は飛び子とかもそうだけどさ数、うん、の子とかも好きだしあそうね、うんうん、そう考えるとめちゃめちゃたくさんあるねすごいいろんなあの食材が特に魚の卵、うん、魚卵は、まあ、日本人結構食べるだろうしうん、うんまあ、プチプチといえばって感じだけどそうね結構いろんな国で食べられないけど 日本では食べるあの食べ物とか、えーうん、他の国ではあまりおいしいとされていないけど日本ではそれがいいとされる食感の食べ物とかいろんな面白い、うん、独特の食感とか食べ物があるねそうねうん、うん、はい、えー、ということでね今日は、えー、柔らかい食べ物について話してみました、えー、皆さんは柔らかい食べ物が好きですかぜひコメント欄で。 教えてください、えー、それから今日の話を聞いて少しでも面白いと思ったらポッドキャストのフォロー YouTube の高評価とチャンネル登録ぜひよろしくお願いしますそれじゃあ最後まで日本語でしゃべりましょう聞いてくれてありがとうございます今日話した内容の振り柄と英語訳付きのトランスクリプトを読みたい人はリクに載っているパトレオンのサイトをぜひチェックしてみてくださいそこで話してほしいテーマもリクエストできるのでどしどしメッセージ送ってください、えー、それでは皆さんさよならさよなら